皆さんこんにちは明流寺住職の水野ですすご縁に感謝いたしますこの動画を見ていただきましてありがとうございますこの動画を見ていただいている方の中でですね一つの仕事を続けていくことができなかったり育職場育職場でですね不思議といろんなことが起こってその仕事をし続けていくことができなくなってしまったり また、えー、精神が過敏でですね人に会うととても疲れるので仕事に行けなくなってしまったりまたはあこれといったね理由や事情がないのに無償に衝動的に仕事に行くのが嫌になって辞めてしまったりそのようなことでねお困りの方がいらっしゃいましたら是非一度当事院にご相談してくださいきっとお力になります